南陽市に本社工場を構えるアパレルメーカー中野アパレル。訪れたのは東北芸術工科大学の浜口さん。中野アパレルでは大手ファッションブランドや自社ブランドの製品製造を布の裁断から製品の梱包まで一貫して行っています。こちらでは商品を畳んで袋詰めをしている作業をしております。使用する紙なんですけれど、これは再生紙を使用しています。ちなみにこういった袋も、こちらの袋は植物由来の原料を配合した袋で、バイオマスを使用しています。石油の節約と二酸化炭素の削減っていうことに役立っております。製品につけるタグなどを自社ブランドから環境配慮素材に切り替えている中野アパレル。地球環境への配慮を企業理念の一つに掲げ、ものづくりに取り組んでいます。地球環境に配慮した商品をお客様にお届けするという思い、無駄のないものづくりというところを目指しております。持続可能な工場を目指すということでも、一人一人の取り組みが大事だよということで、その意識づけをしながら取り組んでいるところです。一人一人の意識が丁寧なお洋服を作るきっかけになってますね。そうですね製品が生活者に届くまでにいくつものサステナブルな理念を持って取り組まれていることに驚きを感じました。服を購入する際にはタグや袋などの梱包の部分にも SDGs の取り組みが行われていることを認識していきたいです。